前受け関東ライン1番の松田幸喜、後ろ攻め5番友永の上昇ですが、突っ張りまして6番三浦平四郎は足をためたまま皿足の4番手中段をキープ。松田の突っ張り、地元永井と清水がマークを取った体勢変わらず、残り1周半となりました。2度目の仕掛けあるかどうか、5番友永6番手です。関東勢完全にペースを支配する形、1番松田幸喜の突っ張り先行、永井隆一、清水義康、これらが番手3番手、中段に6番の三浦平四郎4番手です。6番手から5番友永のまくり返し、さあなかなかの威力でやってきました5番友永、最終バックを通過して5番友永の短期まくり、今3番手から2番手を追ってくる。しかしここがいっぱいか、北日本勢も中段動けない状態が続いて、1番の松田、1番の松田幸喜、4番永井並んで合輪、3着7番の清水義康。